これなんだかわかりますか？ゴムもピンも使わずに髪の毛まとめられちゃうんですよ。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、はい、ということでみさきの部屋お始まりました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、これ知ってますか？うん、何やろこれ。これを今日使っていきたいんですけど、はい、これゴムもピンも使わずに、うん、サクッとまとめられちゃうアイテムなんです。なるほどなるほど、はい、しかも、うん、これを使うだけで、うん、の時間の短縮ができるし、うん、不器用さんだったりあと朝時間がない方にすっごいおすすめだと思うんですよね。なるほどね、はい、そういうアイテムですね。はい、なるほど、わかりました。じゃあこれを使ってきたじゃあ美咲さんがヘアアレンジをやっていくということなんで、はい、はい、では早速やっていきましょう。まず一つ目のアイテムはデストバンです。ここに空間が空いてるものです。こんな感じです。まず片腕にデストバンを通した状態で髪の毛を全部まとめていきます。私くらいの長さだとだいたい耳くらいの高さでまとめておきます。表面をしっかり整えたらデストバンを通します。ここからがポイントです。デストバンを端と端を持ってくるくるっと丸めていきます。毛先の部分が見えなくなったら持ってる部分をくるっとまとめていって交差させます。でキュッとしてあげるとこんな感じでまとまります。先の方を少し形を整えてあげたら完成です。2つ目のアイテムはヘアリングです。まずヘアミルクをつけていきます。2プッシュくらい出して手のひらに伸ばしてから毛先と表面まで伸ばしていきます。内側もしっかりとつけていきます。ヘアリングはハーフアップでやっていきます。だいたいこめかみくらいからこのくらいですね、取り分けてまとめていきます。毛先の部分を丸くまとめてヘアリングを開いていきます。開いた状態でお団子の部分を通して閉じていきます。この時に少し頭皮に触れるくらいの方がしっかりと止まるので頭皮の部分に触るくらいつけてください。こんな感じでしっかりと止まったら完成です。はい、はい、こんな感じでね。こんな感じでできました。めっちゃ簡単じゃないですか、はい、めちゃくちゃ簡単です ね、 ですね、ほんまにね、うんうんうん、こっちは結構タイトなこう綺麗めなお団子とか作るときすごく便利だと思うし、うん、こっちはもうサクッとできるし、あと跡つかない櫛みたいになってる。そうなんですよ。もうこのキュッと取れるだけですもんね。はい、ほうほうほう。なのでしっかりも止まるし、でも跡もつきにくい、うん、この感じが結構こう気に入りました私は。なるほどなるほど、はい、どうですか？ああいやいや、すごく時短的でね結構使いやすいアイテムかなと思うので、はい、今日はね美咲さんのこの長さでもできるようにね、はい、やってみました。ロングヘアの方でもね多分全然使えると思いますので、まあ、これはハーフアップでやりましたけど、まあ、ハーフアップじゃなくても、はい、全然普通に、お団子みたいな感じでもまとめれるし、まあいろんな使い方ちょっとできるので、はい、もう本当にね髪の毛を挟んでやるアイテムになってますので、ね、概要欄にねリンクも貼っておきますんで、ぜひそちらから、ご覧になってください。はい、はい、今日もね最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録とあとコメントもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。